はい、メダ家族どやす、いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はですね、異種交配ということで、異種交配シリーズの、これはですね、マリアージュと桜花の F2 になりますね。 F1 をまず見ていただいて、そして、この F2 がどんな風になってるかっていうのをちょっとまたね、横の方から見てみたいと思います。上からもね。じゃあ一回 F1 を救います。まずおさらいとして、最初にね、何をかけたかっていうのをね、お見せいたします。実際の親ではないんですけど、種類的には同じなので、まず桜花ですね。この紅白ラメの桜花というメダカ品種で、かなり固定率は高い、ある意味ね、ある意味高い、ある意味というのは、紅白に全部出るかって言ったらなかなか出ないんだけど、その紅白か白か赤かっていうね、まあ、全部ラメがついてるんですけど、まあ、どれかに当てはまる、当てはまってくるっていう、まあ、どれかが出てくる、そういう品種です。ここから自分のねところでは、桜花、まあ桜花その白赤で紅白っていう、この3種類の以外、3種類以外で他に出た記憶がないな。もしかしたらね、月下が出てくるかもしれんけども、ちょっとね、そこもね、自分のところでは出てきてないんですよね。あ、いない。メダカ異種交配をするにあたって、やっぱり固定率の高いメダカを、まあ本当はね、紅白しか出ないっていうのが一番いいんだけど、だから紅白、普通の紅白ラメも良かったのかもしれない。そっちがちょっとね、固定率、紅白としての固定率が高いのかな。大体全部紅白も出てる、でも赤も出るから、この3種類、白、赤、紅白っていうところが出やすい、出やすいにしとこうか。なのでそれをね、選びました。それとですね、このマリアージュというメダカですね、まあ、結構今、まあ、両方有名なんだけど、これいいでしょう。オスなのにこんなに太い。元メスなのかな、これ。性転換したんじゃないかっていうぐらい。はい。で、これね、うちの中では、まあ、細かいとこ言うとあれなんですけど、うちの生まれた中では一番いいかな、今映ってるのがね。まあ、まあだけど、体色的に多分これで、お、すごいなとか思われる方もおられると思うんですけど、もちろんそのもっとボーボーになるやつもいるし、ヒレがね。で、あとね、細かいとこ言うと、体外光が口の先まで光ってないんですよ、この個体はね。ヒレに関してはもう全然いいんですけど、まあその辺ですよね。だから、品評会とかをね、狙うとき、これ絶対ダメなんですよ。こういうのはね、頭のところが色が抜けちゃってるから、抜けてるっていうか、まあ乗ってないから、こういうのはもう全然ダメですね。自分的にも多分品評会だとしたら出さないですね。ただ太さとか体格とか、まあ体型はそんな悪くないかなって。体色の方で品評会的にはちょっとね、避けたいようなこのメダカです。じゃあね、次 F1 ですけど、 F1 ちょっと行きますね。これです。F1 です。これが。桜花とマリアージュロングフィンの F1。で、ここまでは、なんだろう。まあ、大体同じような
メダカが出てるんですよね。で、まあこれのこういう表現の体外光結構乗ったゴールドっぽいというかグリーンっぽいというかそういうメダカで、うん、こうね増えてくれると一番いいんだけど、そうもいかないと、はい。なかなかそれがね、やっぱ難しいっていうか、まあ当たり前のことなんだけど、F2 で崩れ出すんですよね。崩れるというか、まあばらけるというかね。だからこの中でもやっぱよく見ると赤っぽいところがね、ちらほらね、あるんですよ。中にはね。そういう表現が出てるメダカがいるんですよね。このな、この、なんていう、グリーンっぽい中にもちょっと赤っぽいとこが乗ってる。そういうメダカはね、出てます。はい。で、これは、うん。まあ、まとまってるっちゃまとまってましたよね。F1 の中ではね。はい。なので、まあ、本当はこのままね、行ってもらいたかったんだけど、そうもいかないと。で、ちょっとね、これ横を見てみましょうか。はい、横ですね。うん、まあこんな感じ。中にわかります？ちょっと赤っぽい感じが出てるのが背中というか頭というか、背中かな？肩っていうのも変か。うん。まあ、見えるような見えないようなという、まあ、ラメも普通に乗ってる。パラパラとね。そういうメダカです。うん。まあこの体色で、ね、まあヒレがね、うん、ヒレが普通だよね。思ったよりヒレが普通。光もそんな、まあ、若干乗ってるぐらいで先端とか、うん、マリアージュみたいにはね、乗ってきてないという、そういうメダカなんで、やっぱね、マリアージュかけたからにはヒレも伸びてほしいし、うん、ヒレも光っていてほしいっていうのがあるんで、うん、まあこのメダカ、どこをね、目標に行くかなんですけど、やっぱり、オオカの体色に、どうなんだろうね。オオカの体色にマリアージュのヒレ。うん。それもいいんだけど、この今見てる体色も全然好きなんですよね。だから、これで行った方がいいのかな？どうなんだろうっていう。ね、今まだ、うん。なんか全然考えてなかったな、最近ね、そういうの。だから、どうでしょう。どうしようかな。って今ね、今更ね、思ってるんですけど、うん。まあ、どっちも作っていった方がいいのかなって思うけど、なんか、次ね、ちょっと一回見てみるわ。うん。じゃあちょっとね、見てみます。まあ、F1 はこういう感じです。はい。オスが多いなぁ。断然オスが多いですね、これね。メスが、1、2匹ぐらいしかいないですね、メスがね。貴重だ。メスがいない。はい。まあ、こういうメダカです。次、F2 ですよ、次。いきますよ。はい。まず、とりあえず上から見てみますね。はい。なんか、お、色付きマリアージュみたいなのもいますね。うん、まあ、親とというか、まあ、F2 ですけど、F1 と似てるのもいるし、F1 じゃないわ。親、最初のね、うん、交配した親と似てるのもいるしっていう感じですね。うん。じゃあ、ちょっと横から行きます。かなり密集状態なんですけど、まあ、マリアージュもいるし、見た感じがね。マリアージュがいるし、白っぽいのもいるし、うん。白系の、ね。まあ、これ、オオカの影響が出てるのかなっていうのも。これもオオカ。すごいヒレ閉じてるの。なんでだろう。調子悪いんかな。若干閉じ気味がいるよね、これ。悪くなり始めみたいな。あとなんか、オオカっぽいのもいるし、ラメ結構弱いけど。まあ、こんな感じですね。で、まあ、こっから何を選んでいくかなんですけど、なんか、F1 に近いのをやっぱりね、行きたい。こういう、今、ど真ん中にいるようなメスのね、こういう体色かなぁ。とりあえずこういう体色かなぁっていう、うん。まあ普通にマリアージュっぽいのは別にね、いらないんで、いらないというか、メダカすくいの方に入れちゃいましょう。だからこういう感じだわな。うん。なんか、
オスだな。こういう感じ。ラメがあって、みたいな。まあ、こういう感じは、まあ残していこうかなって、今、思ってます。もう、選別していきます。もう、ここで。はい。はい。こういう感じで F2 を、選びました。で、今度はね、こっからまたね、ペアになってる分、あの、オスがちっちゃ、こっちのオスは大きいな。うん。なんとかなりそうですね。で、これ加温していくのか、来年まで寝かせてからやるのかっていうのはまだね、どうしようかなってまだ決めてないっていう。はい。まあそんな感じですけど。うん。次どんな風になるかなーって。楽しみですね。F3 が楽しみ。はい。まあ、そんな感じです。今日はね、一周後輩マリアージュと桜花の F3 です。はい。F3 でした。いいですかね。はい。じゃあこの辺でドローンします。メダ家族、どうやしたピアヨン。